楽天辰巳さんの累上パフォーマンス WWW。鳥肌立ったわ。これ何を表してんの？なんやこれ、嫁にしかわからん何かか。洗脳と戦ってるにゃ。どういうことでしょうか？辰巳の中で本当の辰巳の人格と洗脳によって作られた偽辰巳の人格が戦っているのよ。洗脳溶けかけてるやん。洗脳溶けかけポーズ？わけわからんことさせて周囲から孤立させるのまんま洗脳の手口なんだよね。浅村が近づかない理由。昔トリビアの泉で野球選手に洗脳をかけたチームがあったってのあって笑ってたけど、まさか現代に洗脳された野球選手が出てくるとは。洗脳後のがむしろ結果出てるのが笑える。あかん、セリーナが作った野球ロボなのがバレてまう。セリちゃんのおかげやで。セリちゃんのおかげでベストナインだからね。セリーナに聞けばわかるやろ。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。